はい、それではやっていきましょうか。キングオブ最強育成パート5。前回からですね、ピークマ4大大会を制覇していこうということで進めておるんですが、今回は後半戦をやっていきましょう。やっていくのはもちろんこちら、11月2週ワールドモンスターズ杯からですね。さあ、前回でですね、火力面に関してはさすがに振り切れてるだけあって申し分なさが分かったんですけれども、ちょっとですね、今回もそれで破壊していこうかなと考えていたところに大事なことを思い出しました。そうです、お気づきの方もいると思うんですけれども、鼻くその使い込みを完全に忘れておりました。まあでも考えて、不幸中の幸い、気づけただけ良かったよね。これ制覇した後さ、もうレジェンドカップしか行けないのにさ、鼻くその回数が足りないよって言って、鼻ほじり足りなさすぎて鼻の穴がまだまだちっちゃいよってなってたらさ、ハイパーボムを覚えることができなかったので、まあちょっと大変なんですけれども、賢さが整っていない状態ではあるんですが、今回はボムをね使いつつ、4大大会を制覇していかなければいけないという二重の枷をはめてね、ちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。じゃあまずはゼーランディアで苦しみを味わっていきつつ、頑張っていきましょう。じゃあ挑戦時のパラメータ見ていきます。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じですね。まあピーク前は変わらず、まあ丈夫さプールを上げていこうということでやっておるんですけれども、まあさすがの丈夫さ600に加えてのサブ伸びでね、ライフがもう800まで近づいてきております。現状成長段階4段階の終盤にはなっているんですけれども、まあそれでも700台には届くんじゃないかなと思います。まあ言うてピーク終わった後もね、全然適性が高いですし、余白もありすぎるので、まあ十二分に間に合っていくんじゃないかなと思います。もう本当にピーク中は回避を上げるだけだよね。サブ伸びでだって賢さも B でしょ。やばすぎるよな本当に。まあそれはさておき、ここをどうやって突破するかだよ。インフェルノが本当に無理。ダメージもさることながらゴリラだけになんですけれども、うわつなぐやばい。二ほじり分パクられたよね。二ほじり分パクられてるのはしんどい。まず一ほじり、まあそもそも当たらんそもそも当たらん。さあ、あとはちょっとガッツダウンが大きい技だけちょっと回避していきましょうか。いや、ライフに備蓄はあるとは言っても、前段被弾したらさすがにきちいぜ。王様さ、二ほじり、とりあえずちょっとここはね、旗色相当悪いんで、二ほじりで一回やめといて、ちょっとね、あのゴリラサイクロンに切り替えていきましょう。オッケー、力技耐えられるぞ。力技耐えられるからな。力技耐えられる、大丈夫、安心しろ。お前の力は乾燥しているんだ。回転アタック一発で滑っガッツねー一発で行くしかねえか。残り10秒ダークヒーロー応戦、いけおら、こういうことですやばい、鼻くそ折り混ぜるだけで難易度が桁外れに上がった。これやばいかもしれん。さあ、お次ドルニキですね。 M1 ぶり以来なので、まあ王様だいぶそこからは成長しているんですけれども、鼻くそという枷をはめているのでどうなってくるか。まあグループで安定卓ではあるんですよね。 M1 よりは丈夫さもライフも成長しているんで、まあさすがにある程度で抑えてくれるはず。277ナイス、クリティカル拾われてたら最悪でしたね。ただガッツがどんどん溜まっていて、ガッツが開いてくるとグループレーがかなり美味しい状況になってくる。一ほじりする前にグループレー打ってくれると美味しい。大津波はね、普段であれば美味しいんだけれども、これね、ガッツランがだるすぎる。避けようか、避けていくね、ナイス。ゴリラック炸裂。さあ、ゴリラックからのほじり、一ほじりしていこう。はい、ナイス。意外と強いぞ、79。案外食らったなてか鼻くそだからどうかけどガッツダン技だよな。なんでこれクリティカルの枠組みなんだろう。もう本当にラウだけガッツダン技4種類でもよかったけどね。4種類とか、まあ3種類か、ボム、くしゃみ、爆風、まあ、それでもよかったけどね。さあ、ちょっと現状負けているんで、1回ちょっとね、あの回転アタックに切り替えておいて、ここからちょっと逆転を図っていきましょう。3保持できたんで十分なんですけれども、この大津波ダメージを置いといて、本当に時間がだるい、時間がだるい、時間がだるい。いくぜ、うりゃっあのさ、パターン毎度同じなんだけど言うて激アツじゃない、さっきがブサービートでフィニッシュしかしてねさあ、普段であればですね、能力の圧倒的さからセクハラをかましていくんですけれども、あの負けすぎてます負けすぎてるんでどうしたらいいんだろう。とりあえず二ほじりぐらいは、あー、それはまあちょっと痛いか、さすがに痛いか。これはね、さすがに前だよ、前一択。もうほんとシアラちゃんは基本的に前一択なんだけど、ライトニングから抜け出せない。もうライフの高さでなんとかしてるだけ。じゃあちょっとここで一回一ほじりして当ててくれて、ガッツダウンしてくれると一番おいしい。おー、当てた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 、ナイス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 。全然食らってんねんけどな、全然食らってんねんけど、ナイスで、ここの間に前に行ってバーンを使わせない状況で1枚に飛び込んでいく。でここでご褒美をいただいていきたいところ。さあ30消費でかいよ。ただこれガッツダウンが結構あるんだよね。
ご褒美を享受していく。さあ22ダウンだけれども、ここで最悪じゃねえやとりあえず1文字にして最悪なのはシアラちゃん。我々は一切最悪ではありません。さあどうしようか。これでもうシアラちゃん的にはもう多分叩きつけて全然いけちゃうから、あのヒーロームーブしなくていい。オッケー、うん、全然いい。あ、これでもう残りほじりでいいか。いや、でもほじりからのギガフレームカウンターっていうのが一番きついけど、割り込ませない。男気いいよ。いけ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 。お、レードできちゃう。この技強いぞ。当たっちゃえば逃げ切りもしや。うわ、素晴らしい。これ避けられてたらカウンター飛んでましたね。ぴったりと最後に分からせていく。回転アタックじゃなくてもブザービートできっちり見せていくダークヒーロー、オゲレツダークヒーローキングオウ。なんとか勝てましたね。素晴らしい。結構ほじれたし、これ満足いく結果でしかないな。オッケーオッケーオッケー。だいぶ難易度上がったけれども、かなり面白い。正直ね、正直言うと面白い。四大大会ってね、普段そんなに楽しめないんで、こんなに絶妙のバランスで楽しませてくれるのはさすがにありがたいですね。いい刺激、いい箸休め、いい味変になっております。というところで3つ目制覇したので、次は四大大会最後グレイテスト4やっていきましょう。はい、それでは飛んで3ヶ月2月の2週でございます。最後の4大大会やっていきましょうか。最後にやっていく大会はこちらグレイテスト4ですね。さあピークにね、2週前に入っちゃいましたが、もうここまで来たら後回しにはしたくないなということで、本来の育成キャラであれば絶対にやらないんですけれども、ピーク中に大会に出ております。まあそれができるのもこの生まれ持った才能、ノラモンとしてのこの適性と初期能力があるからこそやっているといった感じですね。通常モンスターでこんなのやってたらもう低評価の嵐です。てめえ全力で育成しろこのタコスケがって怒られてしまうんですけれども、これはノラモンだからなせる技でございます。さあ引き続きボム縛りをしつつしっかりと勝ち切っていきましょう。さあ引き続きのゼーランディアになりますが、キングオウ様どのように成長しているか挑戦時のパラメータまずは見ていきます。このような感じになっております。ズドン、はい、こんな感じですね。素晴らしい。さすがに丈夫さ730伸びきっておりますね。ライフも、まあ、踏んでるだけで50伸びているといった感じで、まあこれどうだろう、帳尻合わせはしなきゃいけなさそうな感じはありますが、ほとんど走り込み本当にいらなそうで助かってますね。で、プールをすればするほど賢さが下がっております。まあボム自体に火力は期待していませんが悲しいですね。さあじゃあやっていきましょうか。インフェルノまずはオッケー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 。ちょっと回避、インフェルノ回避できたらほぼ勝ちですからね、ゼーランディアは。で前半というか手前でですね、ガッツ使わせきってインフェルノが飛ばない圏内から鼻ほじりをしていきましょう。基本的にアベレージ2ほじりぐらいはしていきたいんだよな。で余裕が出すぎたら永遠にほじり続けたい。 OK。 でまずはここで1ほじりして、でまだガッツにもインフェルノの圏内にも余裕がありそうで、ちょっと危ないか、ちょっと危ないね。ほじってる間に溜まっちゃうね。危ないよこれ、怒りのインフェルノ来る。危ない、よし、危ない、前に、あ、危ないよ、やめて。あ、でもドラゴンラッシュ、あー、それもガッツダウン、熱い焼きゴリラ。どうする、みんな助けて、回転アタックマンに助けて回転アタックマン回転アタックマン強すぎるな。でこれカウンターに減るので負けるけど、ここはほじっていきたい、ここはしっかりとほじっていきたい。7倒しちゃおう、倒しちゃう、屈辱だべ。これは鼻くそボンバイアで死んじまったね。それは立ち上がれないわ。さあカーマイン先生ですが、言うてやっぱりね、回避が死に続けてるとしんどいんですよね。言うてしかも賢さは耐久ないしね。これデセーナが普通に嫌だ。オッケーオッケー、ボム割り込みなんだけど、ボム割り込みはナイスなんだけど、前に行ったらそうなんだよな、弱え技がね。あ、それはまずいよ、それはまずい。どうする、やばい、え、これなんか普通のパンチでも死んじゃいそうなんですけどね。この人普通のパンチでも死んじゃいそうなんですけれども、オウ様死んじゃいそうなんですけれども、いやでも一発は耐える、全然耐える。早く打ってくんない、799、よけ、じゃあじゃあじゃあシュルシュルシュル、ナックルやばいんじゃん。うえ、助けて、回転アタックマン、ハハハ、見たか、これが正義のヒーロー、回転アタックマンだもうラウじゃなくて回転アタックっていう種族出てくんねえかな。さあなんだかんだで綱渡りではあるんですけれども、最終戦組長まで来ました。まあ組長はもう回転アタックマンがねかなり刺さりやすいんで、なんとかなると思う。 63% でしょ。だからちょっとここはね、二星レエリカしていきたい。ちょっと二星レエリカでちょっとね、あのダメージ別にって感じでかましていきたいんです。うん、大丈夫大丈夫、調子悪い、大丈夫、お腹壊した、大丈夫、バナナ食べすぎた、パクパクバナナないんだけど、バナナ食べすぎた、大丈夫、大丈夫、これ最小限いてよ
せめて二ほじりしてから、二ほじりエリカしてからちょっと、あ、最小技しよう、最小技しよう、オッケーオッケー、最小技しようね、組長最小技しようね、はい、いよいよいよ9ダメージないっすね。でここでもう困ったら回転アタックマンにしといて、最小技を、最小技を、あ、それそっちになっちゃった、それ食らっちゃったら最小技耐えれねえんじゃね、167、474、うん、耐えれましぇん乱れ好きを打たしていきましょう、はい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 、オッケー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 、うん、それだったらオッケー耐えれねえよな、400耐えれねえよな、回転アタックマン、オッケーオッケー、じゃあここまで削れたらほじりマンになろう。さあこれで3ほじりエリカしてダウンも取ってガッツダウンが刺さっていく、はい、これで4ほじりエリカして勝ち逃げですね、はい、オッケー、はい、オッケーしっかりほじれた、ちょっと川合先生であんまりほじれなかったんで、ちょっとここでほじり切れたのはだいぶありがたいですね。いやちょっと本当に沢尻エリカさんには本当何の罪もないんですけれども、ちょっとだいぶ風評被害な名前でちょっと呼びすぎてしまいましたね。なんとか抜けることができたと言ったところでパート5は終わっていこうかなと思います。はい、でも次回はですねピークにしっかり入っておりますし、残り大会もレジェンドカップのみになっておりますので、グググググンと強くして、でまあもしまだ寿命が足りてないようだったら、まあシルバー杯とかも余興で出ていこうかなと思いますので、そんな最終回でお送りしていきますので、また次回もぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった、いやさすがノラモン、ピーク前で名人入りできてしまうのは強すぎるなと思った方も高評価、今後もこの動画、このシリーズ、このチャンネル気になる方はチャンネル登録して応援していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のキングオブ最強育成でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。